次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前本郷美術骨董館。版画は本当にやらないといけない過程があって、そこで計画的に考えて制作する。それは私の性格とすごく合って、それで版画の道を選んだ。版画から送るメッセージ。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は版画家ヴァレリー・サイポーズ。2010年に文部科学省小学生として来日。しかしなぜ版画の道を選んだのか。初めて自分の作った作品で本当に満足したのは版画でした。インクと紙の相性はとっても綺麗。リトグラフはドローイングっぽい版画と言われているけど、同じ材料を取って直接紙に書くと、その吸ったリトグラフを比べると全然違います。そのインクが紙に吸ってるところは本当に美しい。そんな作品の中に込められたメッセージ。大学院の頃はすごく食文化に興味があって、生物画というテーマを作りました。でも最近はまたちょっと人間とか人物を見てる。だから何かその社会風刺作品と人物を使った作品を作りたいなと思っているけど、まだはっきり決めてない。今考え中だから。現代社会をデザインする。彼女はどんな時にイメージを膨らませるのだろうか。私大体日常生活からインスピレーションを得ます。だから普通に歩いているところで何か気になる場面をピックアップして、それを作品にする場合が多い。だからまあ日本に来てから、その日本とか東京、のインスパイアされた作品が結構多いです。一つは自動販売機、自動販売機のテーマの作品を作りました。やっぱりそれもカナダ人から見ると、ここに来て歩いてる5分ぐらいで自動販売機の数が20個とか30個で、すごくびっくりしました。あと看板、本当にどこを見て看板だらけで、それですごく面白いと思って、それも作品にしたことあります。今は水彩版画の技術を学んでいる彼女。そんなヴァレリー・サイポーズのブレイク前夜。やっぱり日本に来て、その日本の伝統的な技術を学ばないと本当にもったいないと思ったので、それでもしカナダに帰るとしたら、その技術を一緒に持ってきて、カナダでも他の人に見せるとか教えることができるかもしれない。次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前本郷美術骨董館。次週はワイヤーワーク造形作家山田美智香のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて、通販型もいいかなって。山田様がゴールド免許でしたら、人身障害と車両保険をつけてもこの価格です。車両保険なしの場合はこの価格です。いいわね。さらに早割、45日前までにご契約されたお客様への割引です。お気軽にお電話ください。フリーダイヤル 663-732。 バイク保険もっちゅうりひ。熊本地震により被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げます。国境なき医師団は南阿蘇で診療を開始、活動状況はホームページで。国境なき医師団。俺の戦場はスマホの中。君も参戦しないか。モバスト今すぐダウンロード。